1579年時点のスペイン領、ネーデルラントの地図。青は、アラス同盟、大々色は、ユトレヒト同盟。アラス同盟は、スペイン領ネーデルラント南部数州の間で、結成された同盟。ウィレムチン木工とスターテンヘネラールの、宗教政策への不満により、南部諸州は1579年1月6日に、 他の州でのカルバン派による侵食に対抗して、ローマカトリック教会を守るとの宣言に署名した。当時のネーデルラントは80年戦争の最中だったが、アラス同盟諸州はすぐに、スペインをフェリペ2世との単独交渉に入り、1579年5月15日にアラスの和訳を締結した。1576年のヘントの和訳以降、 スペイン領ネーデルラント諸州は結束して、スペインをフェリペ2世の政府に反対した。ネーデルラント諸州は、ブリュッセル同盟を結成して、政府を組織した。この政府とは、スターテンヘネラールとスターテンヘネラールによって任命される総督で、総督にはマティアス大公が選ばれた。政府側の総督は、ドンフアンデ・アウストリアだった。 最初に反乱したホラントとゼーラント2州を率いた、ウィレム沈黙公は、スターテンヘネラールの指導部を率いていた。ヘントの和訳ではカルバン派が、ホラント州とゼーラント州で、信仰の自由を得るとし、それ以外のネーデルラント諸州では、寛容をもって受け入れられるが公式的にはカトリックが、支配的な宗教であるとした。しかし、ホラントとゼーラント以外の諸州におけるカルバン派はすぐに、 信仰の自由を主張。フランドルとブラバンと2州のカルバン派に至っては、武力で、ヘント、ブル、エ、アントウェルペンといった都市の政府に迫って、信仰の自由を要求。ネーデルラント南部のカトリック政治家はうろたえた。ウィレム沈黙校は、ネーデルラント全域で、カトリックとプロテスタント両方に、礼拝の自由を与えて、宗教平和政策をもってこの状況を抑えようとした。 ドンフアンは1578年10月に死去、後任はフランドル軍指揮官のパルマ公、アレッサンドロ・ファルネーゼとなった。彼は有能な外交官で南部のカトリック貴族とウィレム・チン・モクコを率いるスター・テン・ヘネラールの間にくさびを打ち込むことに成功した。ウィレム・チン・モクコに反対した不満派はエノー州総督の第三代ラレン伯爵フィリップスファン・ラレンと、 エマヌエル・フィリベルト・ファン・ラレンの下で集結した。パルマ公は不満派との交渉を開始、エノー、アルトアニ・シュート・リール、ドゥエー、オルシ・サントシを同盟に引き入れた。この同盟は1579年1月6日に宣言を発し、ヘントの和訳以来の進展に対する不満を述べると、共にミレム沈黙公の宗教平和政策を拒否した。宣言には、 軍事同盟の結成などそれ以上の内容はなく、1579年1月に北部諸州が締結したユトレヒト同盟と異なった。その原因は宣言に署名した州が自らをブリュッセル同盟の真の守護者と考えたためであった。しかし、アラス同盟諸州はすぐにパルマ港との講和交渉を開始。 1579年5月17日には、アラスの和訳を締結した。アラスの和訳の主な内容は、下記の通り。和訳に署名した、州、和訳を支持したものの、署名しなかった州、パルマ公はこれらの和解した州を基地として、反抗的諸州の再征服に乗り出した。ありがとうございます。